最近妻が外国の料理に凝っている。料理はうまいのだが、ここ1週間はエスカルゴしか食べていない。最初はうまいなんて言ったが、さすがに飽きた。愛する妻が作ってくれた料理を食べないわけにもいかない。恥ずかしながら今までエスカルゴなんて食べたことがなかったので、食べ方を妻に聞いたところ、あまり噛まずに飲むらしい。変な食べ方だよな。そんなことより最近立ちくらみがするんだ。病院に行ったらただの貧血だってさ。薬もらったけど日に日にひどくなっている気が。あなたはこの意味わかりますか？解説。エスカルゴにはヒルが生きたまま入れられていた。エスカルゴの食べ方を知らない夫にエスカルゴの変な食べ方を教えたのは、噛まずに体内に取り込まれたヒルが血を吸って夫を弱らせていくため。今は貧血で済んでいるが、いずれ死んでしまうだろう。ある田舎にお兄さんがいた。とても優しいお兄さんで、いつもお菓子をくれる。町のみんなの人気者だ。お兄さんの家の周りにはいつも人だかりができる。しかしある日、お兄さんは警察官に殺されてしまった。警察官が人気者になった。あなたはこの意味わかりますか？解説。お菓子イコール違法薬物。そのため中毒者がお兄さんのところに違法薬物を買いに来ていた。その違法薬物が目当てで警察官がお兄さんを殺し、薬物を奪ってそれを売った。だから今度は警察官が人気者になった。うちの近くには珍しいトイレで有名な公園がある。空から見ると八角形に見えるトイレは面一つに対して個室トイレがある。もちろん入り口にも面がついていて、ドアはないがアーチがとても綺麗だ。最近俺らの間で深夜に入っていなくなった友達がいると噂になった。その噂を確かめるべく俺は今夜やってきた。中に入り一つ一つ数えていく。 1,2,3,4,5,6,7,8。 なんだ、異常ないじゃないか。あなたはこの意味わかりますか？解説。入り口の面があるからトイレが8個あるのはおかしい。つまり語り手は友達同様トイレから出られなくなってしまった。